がね、なんかね、面白いのは淡路島ソースっていうのがあるんです。しかもね、これ見てわかります、ね、通常のとね、肉専用っていうのがあってね、ちょっとこれ美味しそうじゃないですか。肉専用ソースって、もうたっぷり玉ねぎが、淡路島産の玉ねぎをたっぷり使った肉に、肉料理専門ソースっていうことでね、ちょっとね、ちょうどね、豚肉の塊買ったんでね、それに入ってスライスして焼いて食べようかなっていうね、ちょっと魂胆でございます。